スケッチスケッチは人物や風景などを大まかに描写すること。写生、素描、素描、ドローイングとも言う。また、画工ともいい、肉筆画の一種である。絵画における基本的な作業で美術の訓練としても行われる。主に鉛筆を使用し、スケッチブックに描き留める。彩色を行う場合もあり、スケッチしたものを水彩や油彩。 版画の作品に仕上げることもある。特に簡単にスケッチすることをラフスケッチ、アイデア、造形案などの検討で、そして他者とのコミュニケーション用のスケッチをアイデアスケッチ、素早くより簡潔に描写することをクロッキーという。政府庁舎のスケッチスケッチは通常作品を完成作品としてまだ意図されていない場合にすぐに実行できる手書きの描写、 後で使用するためのアイデアを記録する方法でもある。建築家のスケッチは主に図面完成作業が効果で時間がかかる場合、完成作業の前に様々なアイデアを試し構成を検討作成する方法として役立つ。例えば、建築スケッチは一種のダイアグラムである。これらのスケッチはメタファーのように設計を補助支援するコミュニケーション手段として建築家によって、 活用されている。このツールは設計者の仮想、仮の設計において解決属性を抽象化し、その複雑なパターンを要約して設計プロセスを強化するのにも役立つ。建築家の初期のコンセプトスケッチ。スケッチとは素早い実行のフリーハンド描画でアイデアを記録及び生み出すための簡単な方法である。ダイアグラムもフリーハンドで描くこともできるが、 デザインのロジックを生み出すためにシンボルを扱う。どちらもより見やすい形式に仕上げ、デザインの原則を伝えるために活用することができる。建築では図面を完成させる作業は経費も時間もかかるので、建築の実施作業が始まる前に設計をできるだけ詰めておくことが重要である。現代の複雑な建物には様々な専門分野の大規模なチームが関与しており、 設計を調整された結果に向かって進めるためには設計の初期段階でのコミュニケーションが不可欠で建築家はスケッチや図表を活用して新しい調査設計を開始し特定の設計問題にも適切に対応できるような大まかな設計案を作成している建築設計には神秘的と実用的という二つの基本的な要素があるが美的要素にはレイアウトと 外観、予想される素材の感触、そして人々が建物を認識する方法に影響を与える文化的なリファレンスが生じる。実際的な関心事には様々な活動に割り当てられるスペース、人々が建物に入って移動する方法、中高と人工証明、音響、交通騒音、法的事項と建築基準、その他多くの問題があり、 両方の側面から部分的かつ、監修的な問題である間は、あらゆるサイトが異なるので多くの建築家は、積極的に技術革新を模索し、それによって、問題の解決されるべき数を増やしている。建築案の出発はしばしば封筒、ナプキン、タバコの包み、バブルガムの包装紙の裏側に描かれたデザインを指す。最初の案は途中で捨てなければならなくなっても、重要である。 なぜなら、それらはデザインが発展するための中心的な考えを提供するからである。こういうスケッチは不正確であっても使い捨てであり、様々なアイデアを素早く出していくために思考の自由が考慮されている。デザインがスケールドローイングに専念し始めると選択肢が急激に減少するので、スケッチ段階は常に不可欠なことである。ダイアグラムは主に実用上の問題を 解決するために活用される。設計の初期段階では、設計者はダイアグラムを活用して、アイデアやソリューションを開発、探索、伝達する。設計分野における思考、問題解決、及びコミュニケーションに欠かせないツールであり、ダイアグラムは空間的な関係を解決するためにも利用することができるが、力や流れ、例えば太陽や風の力、あるいは、 建物を通る人や物の流れを表すこともできる。分解図では構成部品が何らかの方法で分解されていることを示しているため、それぞれを個別に確認できる。このビューは技術マニュアルでは一般的であるが概念図または技術的詳細を説明するために建築などでも利用される。破断図では内部または内部構造の詳細を示すために 外部の一部が省略されている。これは多くの建築用製品やシステムを含む技術的な説明図では一般的であるが実際には建築の図面ではほとんど利用されていない。ありがとうございます。